史上最強力士玉の海編。玉の海は1970年頃に活躍した横綱、 NHK 解説でおなじみの北の富士と共に横綱に昇進、大砲去りし後に北玉時代を築いた。性格は明るく朗らかで、酒にも夜遊びにも目を向けず、稽古一徹力士の鏡。コツコツ自力を積み上げて、休場なしの12年磨き続けた右四つと双葉山が用いし究極の立ち合い、この線は完成間近。まさに大横綱にならんとした時、中水炎をこじらせ突然の最後、北の富士号泣、ファンも号泣。生きていれば最強になったかもしれない。そんな玉の海を史上最強力士に推薦しよう。詳細は概要欄から。